今日はこちらの画像を題材にして、ハイヤーズフィックスを用いると高解像の画像が作れるか調べてみようと思います。あらかじめ同じ画像が生成されるようにシード値を固定にして検証してみます。ここをチェックすることでハイヤーズフィックスが有効化されます。まずはこのように値を設定して生成してみます。ハイヤーズフィックスをかける前と後で画像に変化が生じているのがわかります。細かく見ると一部画像がシャープになっているように見受けられる箇所もあります。それでは値を変更して再度試していこうと思います。次はこのようにパラメータを設定します。結果はこの通りです。ディノイジングストレングスの値を変えた画像は着ている服や髪にも明らかな変化が現れています。次はこのようにパラメータを設定します。結果はこの通りです。パラメータを大きくした場合、画質だけでなく生成される画像の内容自体に変化が起きてくるのがわかります。今回の動画は以上です。ハイヤーズフィックスについてはまだまだ検証していく余地がありそうですが、まずは適用することでどのような変化が生じてくるかがわかりました。皆さんもぜひ試してみてください。良い設定方法などがありましたら、コメントもいただけると嬉しいです。